はい、おはようございます。セミマルです。今後ともよろしく。ロストチャイルド第1話、続きをやっていこうと思います。前回までのあらすじ、ついに現れた主人公アーミット・ケルベです。その出現のほんの少し前、アーミット・フェンサーは一体何をしていたのでしょうかというところですね。まだダメなんでしょうか。え、誰かの声が聞こえる。見慣れた優しく温かい声。そんな、原因不明ってどういうことなんですか。母ちゃんだ、母ちゃんだ、びっくりした。あれフェンサーが飛び降りて、あれ、まあ、前回までのあらすじ全然予定が変わってしまったが、まあいいや。気絶し、ケルベルスになった後は夏の空間に行っちゃった庄司君、その後ですね。これは無色に覆われた空間に徐々に色彩が取り戻されていく。指導を基調とした清潔で明るい空間。庄司、うん、あれ、母さん。一瞬違和感があったが、まあいいや。すると母さんは泣き崩れるような表情になり、ペシペシと俺の左右頬を叩き出す。こんなに心配かけて、もう本当に悪い子。母さんはおえつまじりに俺のことを優しく責めたけど、俺確か昨日は、意識が混濁して俺は昨日の出来事を順序よく思い出すことができない。まずキスして殴られて殺されてだよな。どうしてあんなところに一人でいたのよ。あんなとこって、何も覚えていないの。市街の繁華街の誰もいないようなところで倒れてたのよ。うん、俺はそこで、俺はようやく昨日俺が自分で辿った忌まわしい過程を思い出していた。確か下校時間になったあたりから頭が痛み出して、それからあの長身のやつに殴られ、それが転校生の兄貴であることが分かって、それからキスして、大丈夫、キスして、どこが痛いの、顔が真っ青よ。俺はあの化け物が現れたシーンからだけ記憶の再生を意図的に拒否しようとした。だからそうしようと思っても記憶は嫌顔でも流れ込んでくる。左腕、俺の左腕は。左腕がどうかしたの、庄司。あった、食いちぎられたはずの俺の左腕はそのままの姿でそこにあった。本当に大丈夫？もう一回先生を呼んでくる。ん、さっきまで母ちゃん誰と話してたの。いや、ごめん母さん、もう平気だから。てっきり隣に先生がいるんだと思ったが違うのか。俺はようやくはっきりとした発音で母さんに返事をした。母さんは一瞬安心したようだったが、すぐにまた表情を崩した。昨日の夜からずっと意識がなかったのよ。今日はいつですか。そうか、俺知らないうちに病院に運び込まれていたんだな。救急車が到着した時はもう気を失っていたらしいのだけど。制服の血とかはどうなんだろう。本当にどうしてあんなところにいたの。いや、ちょっとあっちの方に買い物があってさ。ちょっと親に言えない、あんなことやこんなことがありまして、本当のことを言っても母さんが信じたはずがない。いや、逆に信じてしまうことの方が怖い。もし俺がことの顛末を語り出したら母さんはその場にそっと押してしまうだろう。まあ腕がバッサリ食われましたっていうね。ねえ、ひょっとして誰かに襲われたんじゃないの。巷の殺人犯か。そのよく覚えてないんだ、記憶がなんか飛んでるみたいでさ。俺がそう言うと母さんはまた泣きそうな顔になってしまう。精密検査で脳に異常はないと先生はおっしゃっていたけど。いや、別に体調は悪くないよ。だから母さんもそんなに心配しないで。心配するわよ、一人息子がこんな目に遭って。心配しない母親なんていないんだから。ごめん、泣かないでくれよ。ん、どうも、ちょっと失礼しますよ。
失礼します。おやおやおや。ああ、そりゃそうだよね。そりゃそうですよ。それは警察沙汰になりますわな。あれ？ないぞ。この。どこ行った？なんだ？つげさん、ひょっとして車の中に置き忘れたんじゃありませんか？つげと呼ばれる男はそれから1分ほどコートやズボン、着ている服のすべてのポケットを調べ続けていたが、目当てのものは見つからなかったらしい。悪い北野君、君ので代用しといてくれないかな。あの、一応なんだ、始末書もんじゃないのか、そういうのをなくしたら。手帳に1人分も2人分もあるもんですか。次は必ず用意しとくからさ。それはあらかじめでなくても用意しておくものではありませんか。失礼。なんか喉に詰まった。ヒューストン君だっけ、相棒さんは何刑事だっけ。あれ調べてたのに忘れたな。北野と呼ばれた若い男は告げに避難の視線を送ってから川張りの手帳を取り出す。その表紙には桜田門のマークがついていた。どうも、はじめまして。はじめまして。私たちは南港警察署に所属する刑事の北野と告げと申します。北野は陰銀な態度でオルト川さんに頭を下げる。警察？まあまあ、そんな驚かないでください。別に息子さんが悪いことをしたってわけじゃないんですから。誰がどう見ても被害者です。仰天した桃子、東子、桃子は未だに混乱するな。なだめるように次が穏やかに桃子に説明する。実はですな、知っておられると思うんですが、昨夜また残虐な事件が起きましてね。昨夜？昨日の夜から寝てたんだよな。あの、それとうちの息子がどういう関係で。次は母さんの話を遮って話を続けようとして。いや、何も息子さんがその犯人と疑っているわけじゃありません。どう考えてもアリバイあるしな。実は君が倒れていたすぐ近くがその事件の現場となっているんだ。だからもしかしたら何か事件の手がかりになりそうなものを見ていないかと思ってね。それってあの猟奇犯罪のことですか。昨日の朝、坂本と明美が話していた話題を俺は連想した。そう、今回のケースも身元が分からなくなるくらい遺体が傷つけられている。あれ、ちょっと待ってくれ。ひょっとしてその死体ってもともと化け物の方じゃないか。マガツカミ、マガツカミが人間に戻って死体だけ残ったとかじゃないか。だとすると犯人はマガツカミではなく愛。その遺体の見つかった現場が君が気を失っていた場所の間近にあったんだよ。気持ちが悪いわね。そう言って母さんは心配そうに俺のことを見つめる。それでね、時と庄司君だったね、一つ聞きたいんだが、君はどうしてあんな場所で倒れていたのかわかるかな。俺は言葉に詰まって何も言えない。何か言いにくい事情でもあるのかい。察せよ、母親がいるんだぞ。裏通りに買いに行くもんなんてもたかが知れてんでしょうよ。男なんだからそのぐらい分かっておくれよ。あの、この子よく覚えていないらしいんです。ちょっと記憶に障害が出ているみたいで。なるほど、よく分かりました。それでは今日はこの辺で引き上げるとしましょう。どうかご養生なさってください。そして告げと来たのは病室を後にしようとした。だが何か言いたげな母さんの視線に気づいたのか、告げはもう一度こちらに振り返った。もう一度念を押しておきますが、私どもは息子さんのことを疑っている節はついほどもありません。そこのところどうかお間違いのないように。明日って心配だよな。ところで杉さん、ちょっと頭の右上のあたりが少し不穏ですな。むしろ息子さんは一歩間違えれば
被害者の仲間入りをしていたと思っているくらいでして。俺はその次の発言に一瞬ドキリとさせられた。杉江さん、不謹慎ですよ。まあ私個人の意見になりますけどね。ひょっとしたらこの杉江という男はあの化け物のことを知ってるんじゃないか。どんな根拠のない想像をしてしまったか。それでは失礼します。こうして刑事二人組は病室から出ていった。その途端母さんは俺の方にかがみ込んだ。もうしばらくは学校に行く以外は家にいなさい。え、なんで外出禁止とは。何でも何もあなたは殺されかかったのよ。そんな息子を危険にさらせるほど母さんは強くないんだから。その言い方だと家以外のどこへ行っても危険みたいじゃないか。危なそうな場所に行かなければ大丈夫だって。行けません。まあ言ったな。母さんは一度決めたことだなんて結構頑固なところがあるからな。おはようございます。 おはようございます。お見舞いか。え、どうしてこいつらがここに来るんだ。病室の掛け時計を見るとすでに9時を回っている。昨日の夜からで9時って今朝なの夜なのどっちなの。おはようございます。その上昨日来たばかりの転校生まで登場だ。あら、母さんは坂本たちの姿に見た2匹に表情をほころばせる。体調はどないや。坂本はいつもの気がさで挨拶をしてくれ。というかどうしてお前らがここにいるんだ。友達がいのないやつだな。何よその言い方は。決まっているでしょ、お見舞いに来てあげたんじゃない。当然ですよ、友達ですからね。見舞いって。俺は病室に駆け寄ってる時を見た。もう授業が始まってる時間じゃないか。朝だった。いいのか。ってことは夜ぐらいだから、まあ普通に考えて8時間10時間の昏睡状態。まあそれは熱い友情から生まれた俺たちへの温かい贈り物やんけ。はあ、私は強引に付き合わ。わあ、いやでもびっくりしたで。今朝のホームルームでお前が病院に担い込まれたやなんて担任がほざくんやからな。そっからいきなり飛び出してきたのか。それでさ、こいつ時藤が入院している病院先を聞き出して1時間目を抜け出して見舞いに行こうって。なんだ、表面上の理由は分かった。でその真意は。それってお前が単純に授業をサボりたかっただけじゃないのか。ちゃうって、せっかく心配してきてやったのに。言うことはそれか。友達がいのないやっちゃな。そうよ庄司、せっかくお友達がお見舞いに来てくれたんだからもう少し嬉しそうな顔をしなさい。庄司っていつもブスッとしてそうだよな。俺は苦笑するしかない。坂本たちが見舞いに来てから母さんいきなり機嫌が良くなるんだもんな。それは外行きの顔で泣いてばっかりはやるんだろう。まあ俺も嬉しくないわけじゃない。しかし昨日会ったばかりなのに坂本や明美の顔がなんだかとても懐かしく感じ合い、そこで俺は坂本たちの陰にいる尾崎さんのことを思い出す。転校2日目でサボりとはやりますな。俺の姿勢に気づいたのか、尾崎さんは改めて俺にお辞儀をする。いやいや、いいご身分でんな旦那。まったくでございますな。坂本は俺と尾崎さんが視線を交差させたことに気づいてからかうような素振りをする。尾崎さんはね、私と坂本が見舞いの話をしているのを聞いてわざわざ立候補してくれたの。はあ、ご迷惑かと思ったんですけど、そんなに親しいわけじゃないし。いや、来てくれて嬉しいよ本当に。よかった。昨日の事件が事件だから気を使ってくれているのかもしれないな。さあさあ、あなたたちそろそろ戻らないとお昼になっちゃうわよ。桃子さんがここにいてることやし、俺今日は体験入院していきますよ。そのまま永眠するか。ん、なんだよそれ。ダメ。そんな。でも大丈夫なんですか、庄司君の具合は。ええ、ちょっと強く頭を打ったみたいだけど命に別状はないみたいなの。そりゃよかったな時と。まあこれ以上成績も下がらんやろうしゆっくりしてけ。どういう意味だい。テストがしばらくないという意味かい。あら、ちょっと気になる発言ね。おい余計なこと言うなって。なんだ、
中の芸か中5の中ぐらいの成績だと思ったのに。庄司、今度ゆっくり聞かせてもらうわよ。桃子さん、僕にも聞いてください。お前芸の芸だろ。どうせあんたバカを見せびらかしてどうするつもりなわけ。あ、ごめんなさい、ちょっと楽しそうだったから。そうやそうや、楽しいんやったら今日はここで社会勉強しようか。お前が言うとなんかやらしく聞こえて、やめようかそのセリフ。あんたは社会勉強より成績上げる勉強しな。正論ですな。ほら帰るよ。はい、わかりました。じゃあそろそろ戦友たちのいる戦場へ戻るとするか。うん、今から戻れば3時間目には間に合うからね。俺はこのままここで終戦迎えたいんやけどな。本当に永眠するって意味かい。それじゃあ時藤くん、お大事にね。ああ、じゃあまた明日な。え、もう退院できるのかい。許してもらえるのかな退院は。病院は急にしんと静まり返って静寂な雰囲気に包まれる。朝っぱらからいろんなやつが来るもんな。さすがにあれだけの人数を相手にすると少し疲れるのだ。今のうちにちょっと寝ておこう。昼休みになり教室はガヤガヤとざわめき始める。購買の数少ないパンを争って駆け出すやつもいれば、ランチタイムに備え席を変えるやつもいる。なんで学校の購買って大概売り切れ必至なんだろうね。もうちょっと余裕持って仕入れしとけよ。坂本はいつものように明美を昼飯に誘おうとする。そろそろ行くで。うん、もうちょっと待って。明美は机に向かってひたすらノートを打つ作業。あー、なるほど、庄司くんのノートか。いやー、律儀ですな。なんやお前、いつから休み時間も勉強する不思議ちゃんになってん。不思議ちゃんなのか休み時間で勉強すんの。明美はそういう坂本に消しゴムのクズをぶつける。まとまるくんですね。わかります。誰のせいでこうなったと思うのよ。あんたのサボりに付き合った分のノートを今写してるんだからね。違う、自分のためだった。1日や2日分くらいのノートがなくても困らへんって。高校の授業だよね。そうだな、1日2日ぐらいだったら同じことやってそうな気がするけど。そんなこと言っているから、あんたはいつまで経っても赤点魔人なのよ。赤点星人って聞いたことないよな。そういえば、ほんまその通りです。すいません。あの、私手伝いましょうか。坂本と明美がたわいのない口喧嘩をしているところにユダはおずおずと割って入ってくる。ユダは庄司の見舞いに付き合ってから少しずつ坂本や明美と話すような間柄になっている。いいよ、もう少しで終わるから。そうですか。それじゃあ尾崎さん、こんな白状もんのガリ弁は放っておいて、お先にランチをいただきませんか。坂本はおどけるようにユダを誘う仕草をする。どっちが白状ものよ。いろんな人からお誘い受けそうだけどね。美少女美少女言ってるし。もう興味なくしたのか。随分なクラスだな。終わるまで待っていますから焦らないでください。ありがとう、尾崎さんって優しい。そんなことないですよ。ないですよ。それと私のことはゆらって呼んでください。明美は顔を上げて嬉しそうに笑顔になる。うん、じゃあこれからはゆらちゃんって呼ぶね。はい。あの私もそう読んでよろしいのでしょうか。あんたはダメ。なんで。本当に坂本くんって面白い人だな。君の笑顔を見るためなら僕は断崖から飛び降りることすらためらわないさ。断崖で蹴落とされる立場だと思います。ゆらちゃん、あまりある人生であと1回でいいからこいつに笑ってあげて。そしたらすぐにいなくなるから。ユダは転校初日こそ多くのクラスメイトに話しかけられ、そのうちの何人かからはグループに入るよ。グループ、女同士のグループ。うわ怖え。だがユダはそのいずれの誘いも断り、なるべく目立たずにいようと一度は決めていた。やめて、いじめられるぞ。それは長年転校を繰り返すことによって生まれた習慣のようなものだった。はあ、転校が多いのか。しかし今朝の見舞いをきっかけにユダは坂本や明美と急速に親しくなったように感じていた。でも時藤くん、本当に無事でよかった。あれ、ユラちゃん時藤みたいなのが好みなの。むしろ何らかの目的があったような気もしないでもないが。いえ、そんな
と。あれ、なんや俺暗黒街に迷い込んでもうた。お呼びでないよ。それにしても時藤ってなんか昨日の帰り頃から調子悪そうに見えたからね。何かあったのかな。なんや頭を打ったという割に頬にあざができとったな。やっぱ100円じゃ足りへんかってんな。時藤は自分から手を出すような性格してないけどね。せやから校舎裏で腕力だけが学園トップクラスの将来有望な若手にでも告白されたんやろ。うわ、男同士のそのやらないかって言われたのか。さあね、それは直接本人に聞いてみればいいんじゃない。やっと終わった。お疲れ様。明美は打ち終えたノートをパチッと閉じてカバンから弁当箱を取り出しに来た。あれ、イラちゃんどこに行くの。ミラはいつの間にか二人の前から離れて教室を出て行こうとしていた。あ、ごめんなさい、私職員室に呼ばれていたんです。あらま。だから悪いですけどお昼はお二人で取っていてください。そっか、それは残念無念やな。仕方ないね。せっかく待っていてもらったのにな。それもそうだな。じゃあ明日は一緒に食べようね。はい、喜んで。ここで消えると明日がないような感じがするよ。怖いよ。どうしてこうなっちゃうんだろう。ん？ユダは校舎から逃げ出すように校庭を走り抜けてきた。坂本が庄司の傷のことに触れた瞬間、ユダの心は激しく動揺した。あ、そうだ、ほっぺたのあざはあんたのお兄ちゃんのせいだったな。まさか自分の実の兄が庄司に傷をつけた張本人だと知られてしまった。そのことを思うたびに胸のあたりがチクチクと痛んだ。ユダは大きくため息をつき、昨日兄と庄司のいざこざがあった現場に無意識的に足を伸ばしていた。うん、なんでいるねん。あ、お兄ちゃん。人気のない校舎裏には昨日の放課後そこに凄惨な現場を作り出した当人が立っていた。ユダはうちむきごめんなさい、うつむき、暗い顔つきで兄の方に歩を進めていく。どうした。尾崎は妹の出現に刺して驚いたような素振りを見せていなかった。お兄ちゃん、お昼はもう食べたの。なんか人食ってそうだけど。ああ、私が作ったお弁当ちゃんと食べているの。やだ、このイベント、なんかこの会話の中でやだ、なんか陰で妹の作った弁当を地面にボトボトと落としていく、こう弁当箱を逆さまにして、そんな兄貴。あれだけじゃ足りないからな、購買でパンを買い足している。それじゃあ今度もっと大きいお弁当箱を買っておかなくちゃね。ドカ弁ですか。梅干し入れちゃダメだよ。二人の間にしばしの沈黙が流れ、校舎裏はジメッとしていてあまり気持ちのいい場所ではない。この場所が生徒たちに利用されるのは殴り合いを行うときか、人知れず恋を打ち明けるときくらいのものだ。ユダは意を決したように顔を上げ、深刻な顔をして尾崎と向き合う。時藤君、入院しているんだって。聞いたことのない名前だな。昨日お兄ちゃんがぶっていた人よ。というとお前がかばい立てしたやつのことか。そうよ、昨日から入院していて今日学校休んでいるんだから。それだけか。ん？それだけかって少しは何か思わないの。お前は何か勘違いしている。尾崎が言ってるのはアーミットの方か。昨日の俺とのやりとりでそいつが入院していると思っているなら見当外れもいいところだ。やっぱり尾崎は時藤の名前こそ知らないがケルベルスのマスターとしては認識しているんだな。そうなの。あの程度で病院送りされるくらいなら俺の前に立つのが早すぎたのさ。喧嘩はなるべくしちゃダメだよお兄ちゃん。なるべくな。目を開けると室内は蛍光灯の光に満たされていた。坂本たちが帰った後ちょっとだけ眠るつもりだったのにいつの間にか日が暮れてしまったらしい。全身がだるさに包まれ油断するとまた寝入ってしまいそうだ。寝すぎかな。お前は腰痛くなるぞ。昨日の夜担ぎ込まれてからずっと寝ていたんだからな。ただ体の痛みはさほどではない。唯一尾崎さんの兄貴に殴られた頬だけが少し引きつるくらいのものだ。あら、目が覚めたの。
病室のドアを開けて母さんが入ってくる。なんかすごく眠っちゃったみたいだな。疲れていたのよ、あんなにいろいろあったんだもの。体調は悪くないよ。もう出ていいのかな、ここ。先生がおっしゃるには今日中に退院してもいいらしいのだけど。おお、そこまで深刻ではないダメージということか。腕は再生してもほっぺたのあざは回復しないんだね。アーミット同士だからか。アーミット同士ってわけでもないか。はっきり言ってこういう場所に2日もいるのは願い先だから。そっか、じゃあもう出る用意をしなくちゃね。そう言って俺は紙袋に手を伸ばそうとするが、母さんはそれを渡そうとしない。でもね、大事を取ってもう1日くらいここにいた方がいいと思うんだけど。ちょっと待ってよ、それだけは勘弁してくれよ。俺こんなところに2日もいたくないよ。消毒液の匂いが強いのかな。寂しいなら母さん一晩中付き添ってあげるわよ。性的な意味で。いや、そういう問題じゃなくてさ、もう体の調子も悪くないし大丈夫だったら。俺は再度母さんの手から紙袋を受け取ろうとする。だが母さんはなかなか俺に手渡そうとしない。まあしょうがないか。でもしばらくは安静にしてね。今日も帰ったらすぐにベッドに入るのよ。分かったから、とにかく着替えを俺に渡してくれよ。はいはい。そうしてようやく俺は退院の準備に取り掛かる。備え付きのパジャマを脱いで俺は素早く着替えを観光しようとするが、悪いけど着替え終わるまで外に出ててくれる？あらあら、照れちゃって生意気ね。別に照れてるわけじゃないっての。それじゃあ邪魔者はロビーの方に退散いたしますから、ごゆっくりとお着替えください。こういう家族が羨ましくてしょうがねえ。母さんは邪気の悩みを浮かべながら病室を出ていく。まったく、いいなあ、そういう会話してみたいわ。母さんは俺に対して明らかに母方だ。母さんの中での俺はいつまでたってもよちよち歩きの子供みたいなもんなんだろう。あら、二人でこうして外を歩くのもなんだか久しぶりね。てっきり体にアーミットの印とか背中になんか異空間から生体鎧を呼び出すアンテナみたいなものが埋め込まれたりとかしねえのか。街灯に照らされた母さんは家で見るときよりもなんとなく頼りなげな印象があった。普段は仕事でてんてこまいになりながら俺の世話を焼いているからとても強い母親というイメージが強かった。だけど実際に子育てと仕事との両立は想像するよりもはるかに負担がかかるものなんだろう。まあ年を取るにつれてそういう風になってくのは自然なことなんじゃないの。そうね、残念だけどいつまでも母親とべったりというわけにはいかないものね。あらあら、まだ若いよと強気を張ることはもうできない年齢なのか。なんだ、母さんも分かってるんじゃないか。母さんは俺のことを心配しすぎなんだよ。そうそう、人間危険な目なんかに合わないって。多分そうなんでしょうね。でももう少しだけ子供として見させてほしいな、あなたのこと。なんか意味深だな。たとえじいさんになっても俺が母さんの子供であることに変わりがないよ。そうよね。まただ。またあの痛みだ。それにまた幻聴まで聞こえてきやがった。締め付けられるような痛みが俺の頭の中に再発。くそ。一体俺が何をしたって言うんだよ。まさか間がつかみが近くにいるというのか。もう治ったと思ったのにさ。反復する頭痛は忘却していた悪夢のような光景を想起させ始める。どうしたの？どこか痛くなったの？母さんは右手をこめかみに当てて立ち往生する俺を心配そうに見上げる。ちょっと立ちくらみしただけだから大丈夫。きっと具合が悪くなったんでしょ？ねえ、今からでも遅くないから病院に引き上げましょう。いや、それには及ばないよ。もっとヤバいもんがいそうな気がする。あれは夜空に浮かぶ2つの月。この街では、あ、そうだ、ずっと曇りだっけ、ここ。どういうことだ、どういうことだと言いたいけれど、残念ながらお時間です。今回も
今回はここまでにしようと思います。お付き合いありがとうございました。また次回もお付き合いしていただければ幸いです。それではまたお会いしましょう。なんかこれ顔に見えて怖い。お疲れ様でした。